バギフ・フィズリ・オール・ジャバドフは、アゼルバイジャン・バクー出身の同国代表サッカー選手。インテル・バクー PFC 所属。ポジションは FW。当時のソビエト連邦、バクーで生まれ、7歳から地元クラブでサッカーを始めた。11歳の時に、ロシアの PFC チェスカ・モスクワのユースクラブに移籍し、その後ユース及びリザーブチームでプレーした。 2006年にトップチームに昇格したが試合に出場することはなく2007年にアゼルバイジャンにあるカラバフ FK に移籍した。アゼルバイジャンの歴代得点王でもあるグルバン・グルバノフ監督の指導のもと技術を磨いてきた。2009年にはアゼルバイジャン年間最優秀選手に選ばれた。2010年1月 FC ・トゥベンテに3年半の契約で移籍した。 移籍金は未公表。2010年8月30日、FK クーにレンタル移籍した。2011年6月、トゥベンテとの契約を解消し、ロシアの FC ボルガニジニノブゴロドへ移籍をした。2017年2月16日、アゼール PFK に加入することが発表された。アゼルバイジャン代表のエースストライカーであり、現在9ゴールを決めている。 2009年10月14日、2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選において1から1と大検討したロシア戦でも得点を挙げた FC バルセロナとイタリア代表の熱烈なファンである。ありがとうございます。